はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。レオジン縛ります。今回のリクエストはクランメンバーの本マッチからのリクエスト、ICR に、リーコンサイトつけてのサプレッサー大口径で、まあ、パーク指定がゴースト、早技、スカベかな。あ、まあつけてよね。でつけて、まあ、サイトを覗いた状態できるというわけですね。はい、腰打ちでキルすることができないわけですね。だから、まあ、リーコンサイトを覗いた状態でこの状態でねキルするということですね。まあ遠距離特化の武器ですね。なぜサプレッサーを ICR につけたかっていう、ここのセンスがよくわかんないんですけど、やっていきましょうね。まあ、大口径とサプレッサー、そう、音が出ない。ういー、なんだこの音は。ちょ、リロードだ。あ、うん、やっぱここのマップはショットガン。そう、ショットガンといえばこのマップ。あ、ニコちゃん、ハロー。 OK、 まだいるな。ちょ待って、死んでねえんだけど。そうやった、この武器は4発キルだったね。ショットガンの連射する音がもう鳴り響くな。まだいいのか。なんで？もう弱すぎんよこの武器。いるな。いるな。おいおい。オッケー。あぶねー。上か。あ、クソイム。ニコちゃんさん、ちょっとどこに合わせたらいいんだ。この真ん中よな。真ん中だよな。こんなでっかいリコンサイトつけるんじゃなかったよ。はあ、嘘だろお前。いねえし。来いよら、来いよら。俺やった。よし、やった。ダメよ、俺だよ。そのショットガンくん、そこ、あ、待て。あ、変な感じできた。ちょっとこれ、ストックもさ、グリップ、ストックもクイックもないもんだからさ、こう、本来のその AR の立ち回りにちょっと反するよな。やった。来いよ、ほら。ニコちゃんが笑ってんだぜ。バレたかな。バレたかった。そう、ICR はロングが強い。そう、ロング?そう。位置を確保すればいけるけど。おい、ほら。よし。ほら。よしよし。ほら。あー、ゲーリッカーも使えなかった。そう、腰打ちできないからな。もうサイト覗いた状態じゃないと、ね、キルできないからね。そう、やっぱそこがポイントになる。おい、ほら。ニコちゃんが無でお出迎えだよ。OK。9発は怖いね。はい、オッケー。そう、距離さえ離しちまえば ICR の独壇場かかってこい。突っ込んでこうか。突っ込んできた。ニコちゃんが待ってくれてる。隣は聞いてねえわ。よし、できる。あれ、ちょっと慣れてきた。自分がいるぞ。こっちから来ないと予想して、で、あそこの柱の真ん中は壁抜けないんですね。まあ、サプレッサーつけてるからっていうのもあんのかな。あそこ抜けないみたいだね。上とかか。来るとしたら上だよ。下ですよ。危ねえ。何すか。いるねー。あ、グラビティ。はあ。俺のためにグラビティスパイクが全く参ったぜ。大体なんかもう、なんか AR ってなんかもうここにしか行くとこないよな。いや、本当にこう、上がってこ、ほら。まあ、近づいたら負けもんな。いや、距離を取ってるには理由があるのよ。近づいたら負けんのよ。絶対負けるのさ。だからこう、ちょっと同じような立ち回りになっちゃうわけだよね。こういうとこだったらさ、ほら、勝てるわけなんだよね。まあ、ダメージ取ってたわけだけど。ほーれー、援護しちゃうもんねー。
勝った。よし、クリアした。やっぱ ICR は離れてなんぼですよね。やっぱ、いや、ちょっとこのスマイルのドヤ顔めっちゃ腹立つなこれ。はい、ということで、本町リクエストありがとうございました。縛りリクエストに関してはね、Twitter や動画コメント欄にてね、気軽に募集しておりますので、もしよかったらね、リクエストの方をいただけたら、もしかしたらそれが動画になるかもしれません。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。